の頃は、は、二人とも、あの頃は良かったなと言いたくはないのだけれど、それでも、それでも、放課後を楽しんでた頃に戻りたい。気持ちはわかるぜ、わかりすぎちまうほどにな。放課後ってなんであんなに楽しかったんだろうね。今にして思うと大したことは何もしてないのにさ。それでも毎日毎日、放課後を心待ちにしてたよな。早く帰ってゲームがしたい、早く友達と遊びに行きたい。世代によって色々ありそうだね。ということで今回は、昭和50年代の放課後を体験できるゲーム、放課後少年について語るぜ。お、ゲーム単体の語り会だ、珍しいわね。まずは、放課後少年とは何か簡単に語ろうと思うぜ。本作は、2008年1月31日に任天堂 DS 向けに、発売されたゲームだぜ。発売はど平成だ、DS の後期のソフトだね。あれも発売から19年、か、19年、嘘でしょ。自分の発言に驚くなよ。だってだって、来年20周年よ。20周年って、本作の開発元はウィル、コナミデジタルエンタテインメント。プレイ人数は一人だな。まあ、こういうのは一人用だよね。ジャンルは放課後ドラマだな。アドベンチャーだと思っておけばいいということかしら。思っておけばいいということだぜ。独自のジャンル名付けるのいつから流行ったんだろうね。セロは安心の A だな。全年齢対象だぜ。これが B とかだったらビビるわよ。主人公は昭和50年代初頭の昭和町という架空の町に住んでる設定だ。よくある感じの設定だね。まるで夏休みゲームだ。昭和50年代初頭のとある昭和町を舞台としたゲームだな。時期はいつ頃なの？夏休み前という感じだな。1ヶ月後に迫る夏休みを楽しみにしていたんだが、父親の仕事の都合で遠くの田舎町に引っ越すことになるんだ。つまり、友達と過ごす最後の1ヶ月を楽しむゲームなのね。そういうことだな。あと、どこにでもあった田んぼのあぜ道や裏道、秘密基地など今では、なかなか見なくなったけれど、記憶には残るような風景を、楽しむような作品になってるぜ。ああ、田舎町の光景だわね。田舎町の風景は2000年代初頭までは割とあまり変わらないよな。だから平成世代も地元が田舎町なら、風景は懐かしく思えるかもね。まあ舞台は昭和だから遊びは昭和感満載だけどな。それも夏休みじゃなくて舞台は放課後だからな。むしろ夏休みに入るとゲームが終わる。夏休み1ヶ月前の1ヶ月間、放課後を楽しむゲームなんだね。キャラごとに好感度があっておしゃべりしたりすると上がるシステムや、遊びに習熟度があるシステムなどなど独自システム盛りだくさんだ。夏休みゲームにはない要素がたくさんあって差別化してるのね。ゲームの進行はプレイヤーの自由。好きなキャラを見つけてだべったりミニゲームのスコアを稼いだり。自分の好きなように、少年時代の放課後を楽しめるのはいいね。そして、過ごし方によって少しずつエンディングが変化するんだ。まさかのマルチエンディング。続いて、本作に収録されている遊びについて紹介するぜ。まずは、お天道参りだ。お参りってこと？遊びなの？それ、序盤に提示される日課だな。神社にお参りしてから山道のてっぺんにある、お地蔵さんを撫でることを繰り返すというものだ。遊びなの？それ、将来の夢を叶えるためにやってるがゲームを進めると目的が、少し変わっていくんだぜ。まさかの伏線要素とかなのかな？続いて、消しゴム遊びだ。当時流行ってたスーパーカー消しゴムが遊びとして収録されているぜ。お、収集要素だ。夏休みの方でも消しゴムを集めるナンバリングあるよね。スーパーカー消しゴムをガチャなどで集めたり、ボクシーのボールペンで引いてレースをしたりして楽しめる。ちゃんと消しゴムレースが再現されているのか。当時の子供たちが実際に遊んでいたからな。集めるだけじゃなかったんだよね。LR または Y ボタンで話しかけるとキャラと勝負できるんだ。ホビーアニメみたいな世界だね。ただ勝負できるのは一部例外を除き男子のみになっているぜ。まあ、男子に人気のある遊びだしね。例外は男勝りな女の子や主人公のお父さんだな。お父さん、絶対強いやつじゃんそれ。基本的には女子に勝負を持ちかけても流されるんだよな。そもそも持ってなかったりしそうだしな。ただ時折スーパーカー消しゴムをくれる女子もいるんだ。おお、いろいろな意味で思い出になるやつ。捨てられないわね、その消しゴム。次に、メンコもあるな。これも収集要素と NPC との対戦要素の二つを兼ねている遊びだ。メンコも集めるものだもんね。いろいろな絵があるし大きさも違うし。メンコも同じように男子相手に勝負できるわけだな。メンコは私もやったなぁ。手作りメンコを競わせたもんよ。お、霊夢は手作りだったのか。折り紙についてくる厚紙あるでしょ？あれを切ってさ、折り紙を貼ったりして作るのよ。へぇ、いいなそれ。ガムテープぐるぐる巻きにして防御力と攻撃力を上げようとする子が絶対いるのよね。
最終的にはみんなやるという。手作りだと当然、そういう方向に走ることになるよな。平成世代担当だからね。既製品はすでに廃れてたのさ。ま、本作の時代は消しゴムも麺粉も田舎町のホットな遊びだ。他にも対戦遊びとしては相撲などもあるぜ。まさかの相撲。単純な収集遊びとしては牛乳瓶蓋集めがあるな。子供の頃、謎に集めるあれね。クラスで通貨みたいになったり、オセロや将棋になったり。これがゲームの勝利報酬だったり、隠されてるお宝要素だったりする。他にも校庭で鉄棒、ブランコで遊べるし、通学路でケンケンパ、手すり滑りができる。どれも子供の頃にあった記憶があるものばかりだ。秘密基地の前ではフラフープやホッピング、水切りなどなど、これらの遊びは日課としてやっていくと、次第に上手くなっていくんだ。これが習熟度というわけだね。また、牛乳瓶を集めると駄菓子屋で買い取ってもらえる。これが金策になるわけだね。金策としてはこれと1日30円のお小遣いが基本になるな。それで消しゴムや麺粉を集めていくというわけか。あとは、一部のミニゲームで遊ぶのにそのまま使うという感じだな。これだけ遊びがあると、結構忙しくなるわね。一周で全部のイベントを見るのはすごく大変そうだわ。多分、無理じゃないかなそれ。さっきも語ったことだが、遊びにコレクション要素が多いのが、本作のいいところだな。私、ゲームのコレクション要素かなり大好きなのよね。現実でも、何かにつけて物を集めたがる習性があるわ。そんな自分を動物みたいに。でもわかるぜ。本作は麺粉、消しゴムなどなど結構いろいろコレクションできる。夏休みだと虫と魚だけど、それが消しゴムと麺粉なのね。他のアイテムも図鑑的に記録されるコレクション要素になってるぜ。おやつとかも記録されるのか。これが実に楽しくてな。一周目は収集ばかりしてたぜ。子供って、すぐ何かを集めたがるよね。収集癖というかなんというか。ビックリマンシールなんかはその子供の収集癖を刺激して、成功した例だよな。食玩は基本そうだよね。あとはカード出すとか、トレーディングカードゲームとか、スーパーカー消しゴムや金消しを集めたという人は多いだろう。それを追体験できるのが楽しいところではあるな。続いては、風景についてだ。懐かしい田舎町ってことだよね。その風景の描写が本当にうまくできてるぜ。こういうゲームは雰囲気が大事だからね。雰囲気を楽しむようなもんだし、イラストで表現されたグラフィックが本当に美しいんだ。緑や赤の看板、古めかしい看板が並ぶ田舎の商店街や、田んぼのあぜ道、謎に長い階段、変なところにある社や地蔵。本当に田舎町って変なところに社とか地蔵とかあるよね。学校の教室も当時の感じがよく出ているしすごくいい。そっか、放課後ゲームだから本作には学校があるのか。授業は基本的にダイジェストで飛ばされちゃうんだがな。あくまでも放課後ゲームだしね。いたずら書きをされてる黒板、吊り下げ式の蛍光灯。黒板の上にあるスピーカーによくわからない症状や老後。おお、ノスタルジーを刺激するね。こういった風景を割と自由に歩き回れるのが楽しいんだ。お散歩してるだけでも、結構楽しめるんだぜ。たまに起動して散歩したくなるやつだね。絵のタッチも優しく柔らかく、妙にノスタルジーを刺激するんだ。ちょっと輪郭をぼかしてるのがノスタルジックよね。次に語るのは、イベント面だ。放課後少年はイベントがかなり豊富なゲームなんだぜ。イベントが豊富なのはいいわね。この手のゲームはイベントが少ないと結構退屈しちゃうのよね。神社で捨て猫を見つけたり七不思議を見つけるために、夜の学校に忍び込んだり悪友と海に行ったり。本当に色々ある。これはイベントの密度も高くなりそうだわ。行政イベントもあるから行動次第で密度が低くなりすぎることもない。親切な設計だね。さらに、イベントのフラグもしっかりあるのがいいんだ。フラグというと、例えば捨て猫を拾う前には神社で捨て猫の声が聞こえる。妹が神社付近で姿を消したり音楽室からピアノの音が聞こえたり。次に起こるイベントの前段階がしっかり用意されているんだね。さらにキャラの好感度が上がるとイベントが発生することがある。クラスメイトのキャラ固有のイベントもあるのか。かなり充実してるわね。大きなイベントだけでなく小さなイベントもあるしな。ただ、その影響でフラグ管理がかなり複雑になってるんだ。え、複雑なの？何気なく手に入れたアイテムなどが伏線になってたりするんだぜ。細かくていいんだけど、確かにそれは複雑そうだね。エンディングもかなり細かい条件で変化していくからな。狙ったエンディングを見るために狙ったイベントを起こすのが、かなり大変ということなんだね。特にクラスのマドンナ・ハルミとのイベントはかなりフラグが繊細だ。イベントを見るのが難しそう。これはマドンナの風格だわ。ま、それでもやっぱりイベントが多いのはいいことなんだがな。少ないよりはずっといい？
クラスメイトも本作のいいところだな。放課後の楽しさはクラスメイトで決まると言っても過言じゃないわ。まあ、放課後を過ごす相手になるからな。学校の楽しさもクラスメイトで決まるぜ。すごく大事だよねー。クラス分けで友達と離れると、この世の終わりくらいショックだったわ。それはさすがに大げさすぎるがな。本作のクラスメイトには、悪人はいない。大事なところだね。主人公もいろいろなクラスメイトと打ち解けやすい性格をしてるから、会話もスムーズに進んでいくぜ。なるほどなるほど。主人公が明るい性格なのもいいところだね。現実ではあまり快活じゃなかった人もゲームくらいでは、明るい子供でいたいだろうしな。痛いところをついてきたわ。クラスメイトの個性も結構際立ってる。変な語尾でマイペースなよっちゃん。変な語尾なのか。たまになんとかだビーとか言うからな。それは変な語尾だ霊夢ねー。お前もな、いいやつなんだけどノリが激しくて熱苦しい数とか、たまに辛辣になるアイドルを目指す女の子のミヨちゃんとか、みんな、何か尖ってるところがあるという感じなんだね。ここは、ゲーム特有のケレン味だな。リアルに寄せるだけじゃ成り立たないしね。一見嫌なやつでもいいところが見えるイベントがあるから、気づけばみんなのことが好きになる。キャラのことを好きになるゲームはとてもいいわね。特にアドベンチャーゲームはキャラを好きになれないと、全然楽しくないのよ。過去に、そういうゲームに当たったことがあるんだな。特にこのゲームはお別れがテーマに入ってそうだし、キャラを好きになれないと感動まで半減するよね。半減どころじゃないだろうな。実際エンディングは感動する？かなり感動する。私は泣いたな。やっぱり友達との別れって辛いものがあるよね。辛いし寂しいんだけどイベントを見た友達が、お見送りに来てくれて妙な心の温かさも感じるぜ。お別れしてしまってもいい友達はいい友達のまま、ということなのかもしれないわね。あと、本作は楽曲も魅力的だ。街中では基本的には環境音が流れてる。田舎の環境音って癒されるよね。虫の声、川のせせらぎ、木々のざわめき。本作をプレイしているとその癒しを存分に味わえる。大人になるとじっくりと環境音を聞くことないしね。イベントシーンにはそれを彩る良作の BGM が流れるぜ。日常は環境音、イベントは BGM だからこそ彩りも鮮やかになるね。しかも、それだけじゃないんだ。あれ、まだあるの？効果音とか何か？いや、懐かしの名曲が楽しめるんだぜ。つまり当時の歌謡曲とかが収録されているってこと？岩崎宏美のロマンスや太田由美の木綿のハンカチーフ、他にも色々な楽曲が収録されてる。おお、当時の有名曲が、それは当時を知る人にはかなり楽しい要素だね。これらの楽曲は、歌番組を録音することで楽しめるんだ。歌番組を録音？ラジカセに録音機能があるだろ？わあ、あったあった、直接録音するやつね。家にあるラジカセの録音機能でカセットに歌番組を録音できる。すると、カセットにランダムで歌が登録されるわけだ。ランダムなのか。これもコンプリートしたいわね。日課のように録音して違う曲でないかなとワクワクできるぜ。ただし、録音をする場合は家族に静かにしてもらうよう、お願いしに行かないといけない。ああ、周囲の音全部録音しちゃうしね。当時、やったことがある人も多いだろう。親や兄弟に今から録音するから静かにして、というやつだ。そんなところまで再現してるのか。この再現度の高さが没入感の高さにつながっているんだ。細かくて面倒なところだけど、あった方が懐かしめるよね。私も昔は歌番組で好きな曲を録音したくて、家族にお願いしてたもんだ。録音ボタンを押すタイミングも結構重要なんだよねー。そうそう、CM とか MC とかを入れないようにな。そして録音してる時に限って虫がうるさくなったり、近くを車やバイクが通ったりするのよ。それもまたあるあるだな。あの時のバイクは憎たらしいったらないわ。田舎町だと平成に入ってからも族っぽいのいたしな。ブンブンと音を立てて走るもんだから曲のいいところに入るのよね。綺麗に愛の手みたいになった時は思わず笑っちゃったけど、そういう録音の事故があったのも不便だったが楽しかったな。そうなのよねー。思い返せば楽しかったのかもしれないわね。思い返せばあの頃は楽しかった、そう思うことは多々あるもんだ。当時は大変だったり畜生と思ったりしたことでもね、時を得てみれば楽しい思い出に変わっていることがあるんだよな。うんうん。放課後少年は、そんな気持ちをたくさん味わえるゲームだぜ。懐かしい遊びに懐かしい曲、そして昭和の空気感、子供ならではの悩みや夢、葛藤なんかもしっかりある。楽しいだけじゃなかった。だけどやっぱり楽しかった。あの頃の放課後を満喫できるいいゲームだと思うぜ。今やるには DS しかないのが惜しいところだわね。コナミだからな、移植やリメイクはもう絶望的だろう。コナミはもう全然ゲームを作らなくなっちゃったからね。ま、
遊ぶのには苦労するが、それでもあの頃の空気感をたくさん味わいたいという人には遊んでほしいゲームだな。ゲームを通じて昭和の子供のあるあるを語れたのも良かったわね。みんなは今回の話どう思った？良ければチャンネル登録や評価、コメントもしてくれると嬉しいわ。ご視聴ありがとうございました。